玄米美薬チャルマックスミド。本日もコーヒータイムから。はい、そんな感じで今日もちょっといろいろカメラが出てきてる中でカメラの話を記録として残していきたいなと思う感じでございますが、リコーですよね。リコーのね、 WG1000 と WG8 っていうのが発表されて、まあリコーのカメラのね、 GR がなかなか買えなくなってる、 GR3 とかX の方とかもね買えなくなってる中で、まあ、GR3 の 40mm のやつ持ってるんですか、いや 28mm のやつ持ってるんですけども、 40mm のやつも欲しいなと思って、ずっと検討してたんですけど、あれですね、ミストフィルターみたいなのが入ってるやつはまあそんなにいらないかなと思って、よくよく考えたらちょっとエモい感じが撮れるかと思うんですけど、まあなかなか昨今買えない、カメラ買えないですよね。買えない中でまあリコーのね新カメラが、まあ、発表されて、水深15メートルでも撮れるっていうので、まあガチガチの現場カメラみたいな感じになってて、まあ価格も税別で44,000円、グレーとオリーブが出てみたいですね。まあ、発売日が、今年の6月21日。うん。まあ、この金額だったら、この夏のシーズンに、海に行く方、山に行く方っていうのは、一つ持ってても、いいカメラなのかなと思いますよね。まあ、ここ最近ちょっとね、僕はなんか、オズモアクション4のカメラが欲しいなと思ってて、4万円ぐらいで買えるんですよね。うん。で、まあなんか画質がすごくいいなと思ってて、ガシガシ使えるし、で、最近アクションカムが、GoPro より、DJI、まあ、DJI の勢いがすごいですよね、映像のね。もうなんか最近映像は DJI、写真はライカみたいな感じで、まあ、すごくそんな感じの勢いがあるんですけども、DJI の映像はすごいなと思って、まあオズモポケット3かな、うん、あれも映像ね、まあ1日のセンサーが入ってて、まあ本当にボケ感とかがすごいなとは思ってるんですけど、まあ、なんか昨日も話した通り、あんまりいらないんですよね、ジンバル機能が。僕的にはなんかパンフォーカスでちょっとちょっとした動きが欲しいので、ヌルヌル感っていうのがそんなに必要じゃない時もあるからあんまり好きじゃないのと、機動性はねいいとはあんまり僕の用途では言えなくて、まあ本当に最近どこ行っても増えてますよね、オズモポケット使ってる方非常に多いなって、街中でもこうやって撮ってる方非常に多いと思うんですけど、どちらかと言ったら多分機動力で言ったらアクションカムボディ3オズモポケットオズモアクション3オズモアクション4か、うん、の方がピッと押せばすぐ撮れるから、でピッと押せばそのままポケットにオフにしてポケット入れられるじゃないですか。そっちの方が機動性いいとは思うんですよね。なのでジンバルのところで結構敏感だから、壊れちゃったりするのも嫌だし、モニターのとこカチャって上に上げれば上に上げればすぐ取れるんですけど、でオフにするときは、まあ、下にするっていう、その時そうしてからカバーをつけてポケットに入れるっていう動作があるから、ちょっと面倒かなと思うんですよね。まあ、ちょっと話はそれちゃって DJI になっちゃったんですけど、まあいろいろ続々と、まあ、いろんなカメラが出てきている中で、まあ、シネマカメラも出てきましたね。キャノンのね EOS C400 ってやつもね出てきて、まあ、内部ローが撮れて、まあ ISO 感度もね3つのところで持っていけるので、まあ、金額も100万円超えるぐらいの金額になってくるのかな。まあ9月上旬ぐらいに、まあ、出るみたいなんですけども、であと合わせてルミックスですね、パナソニック内部ローができるっていうので、32ビットフロート、もうここら辺も非常に気になるところで、まあ、勢いがあるパナソニックでもあるのかなっていうか、でまあキヤノンのシネマカメラの方が結構僕は気になってて、まあ、キヤノンの色味が非常に好きだっていうのはあるんですけど、まあ、ここら辺も100万円ぐらいだったら非常に安い金額なんじゃないかなと思いますよね。うん、デュアルISOが3つのところで撮れるっていうのは非常に使いやすいなっていうのと、
で、あと、まあ、ソニーのシネマカメラもちょっと、いいんですよね。やっぱり、ISO がね、まあ、ND が非常に良くて、まあ、すごく滑らかに撮ってくれるから、FX6 ですよね。あれが非常に、ちょっと、最近気になっている感じがございますけども。まあそんな感じで FX6 で日々の Vlog も撮ってみようかなってちょっと思いたい感じでもあるんですけども、まああとコモド X とかもね、まあコンパクトにできるので、まあレッドで撮るっていうのもちょっと面白いのかなと思ってるんですけども、まあそんな感じでカメラのニュースがいろいろ今月っていうか、まあ今週も非常に多かったんですけど、レンズもね、キャノンの RF レンズ 35mm の F1.4 も出てきたりとか、で、まあ、あとは、シグマの2845の F1.8 アートレンズですよね。こちらも出てきたりとか、まあ、タムロのレンズも出してきたりとか、まあ、そんな感じでいろいろ出てきてるんですけども、ソニーもいろいろ出してくるのをちょっと待ってる感じでございますが、はい、そんな感じで、ちょっと、仕事、作業をして、ちょっとジムも行きたいなと思っておりますけど、あと外にもちょっと行くので、ちょっと行くついでに、いろいろ、寄りたいところもあるので、そんな感じでいきたいなと思います。本日もジムでございます。最近ジムの靴買いました。ニューバランス、韓国で購入したやつですけど、久々に履いた。本日はデッドリフト、はい、今日の運動も終了。黒染め、いつも買ってるやつ、これ。あ、ラスイチ、ない。これから美容室に行きたいなと思います。髪の毛切ってきます。明日ちょっと撮影なので、ね、行ってきたいなと思います。暑いな、今日も。本格食べたいな、お腹減った。ささっと切ってくれる美容室、ここ。はい、そんな感じで髪の毛を切ってきましたけど、ちょっと時間もないので髪の毛を今日は染めてダウンパーマーしない感じでございます。はい、まだ2週間しか経ってないのでね、ダウンパーマーして。3週間だったか、あと1週間待たないとダンパーまでいないので、セルフはね。本日の運動の後のご飯はこちら、うどんですね。糖質 40% カット、そしてこちら無印商品のこちらソース買ってみましたけど、はい、美味しいんでしょうか。すごいですね、これレンジでそのまま唐揚げができるっていうやつ、はい、買ってみましたけど、もも肉、胸肉はそんなに前に食べられないので、もも肉を大好きだから食べます。すごい、電子レンジでこんな感じでうまそう。チャルマックスミタ、キムチパックンパ、そしてマンゴー、チャルマックスミタ。